スノーマン、キング&プリンスとトークでも抜群の相性、後輩とのやりとりで引き出された新たな魅力。スノーマンとキング&プリンス、ここまでトークの相性も良かったとは。8月18日放送のザ少年クラブプレミアム NHKBS プレミアムは発見の多い放送だった。ザ少年クラブプレミアムは毎月第3金曜に放送されている音楽バラエティ。ジャニーズグループがゲスト出演し、たっぷりとトーク&パフォーマンスを届ける番組である。国分太一、カトゥーン、ニュース、キスマイフット2が務めてきた MC を2023年度よりキング&プリンスの2人が引き継ぎ、コーナー MC の岡田圭介、増田岡田、と息の合ったトークを展開している。今回は同番組にスノーマンがゲスト出演した。スノーマンとキング&プリンスといえば、2021年12月30日に東京ドームにて開催された、ジョニーズフェスティバル、サンクユー2021ハロー2022のコラボパフォーマンスが大きな話題となったことは記憶に新しい。